ココンンビビニニさやかのウィーークリーコンビニラジオ皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社老師の安さやかです。本日115回目の放送となります。本日も1時間どうぞお付き合いください。さて、先週は 生放送でお届けをいたしましたが今週は収録放送となりますですがこの CM の後にゲストの方をお招きして対談をしておりますのでぜひそちらも楽しみにしていてください先週の生放送は高橋秀樹さんと坂本一郎さん共にコンビニ経験者秀樹さんは経営コンサルタントとしてもともと本部にいらっしゃった方で私の元経験者 会社員時代の上司ですねそして坂本一郎さんはローソンオーナーさん東京の4店舗をですね経営されている方なんですけども、まあ、その3人でお届けをいたしました非常に面白かったですね例えばそのすごく印象に残ったのがあのセブンイレブンのカレーパンの件でめちゃくちゃ美味しいっていう話で盛り上がったんですよで私もセブブンンイレブンさんの カレーパン食べててうわめちゃくちゃゃく美味しいと思ってでもそれが100円台で売ってるっていうこと自体が信じられないよねとパン屋さんとかでも250円とか300円近くするところが最近増えてきているのにコンビニの方がが単価が安いんですよね今でもっとコンビニも単価を上げていった方がいいんじゃないかって。 っていう話が、ね、私の中ではすごく印象的でしたもちろんそれ以外にもたくさんたくさんたくさん勉強になる話があったんですけど確かに気が付いてみればコンビニでで売っっててるるる商品安くなってる気がするんですんよ例えば、まあ、メーカーさんが直で作ってるようなものだとメーカー希望小売価格っていうのがあってもちろんそこから上の価格をつけるところも 世間一般ではあるとは思うんですけどただあんまりそこって何でしょうねあんまり値段の調整って難しいところがあるじゃないですかでオリジナルのプライベートブランドって呼ばれる例えば最近だとメーカーとそのセブンイレブンだったらセブンイレブンとかそういうコンビニ各社が共同で開発している食品とか商品があって。 で最近、そういうところってかなり質が上がってるんですけど価格もねちょっと安かったりするんですよね。でそうなるとですねもう立派なブランドの1つだと思うんですけどなかなかその単価が上がっていかなくてもっともっとそこの価格を、まあね、高,高いとちょっと皆さん買いたくなくなっちゃうかもしれないんですけど店舗経営上はやっぱ単価を少しずつ上げていかなければ利益って取りにくいわけですよ。 っていうところが、はっ,って私もなりまして、自分も経営をね、している傍らで、やっぱり売り上げだけじゃなくて、そこからいろんな経費がさっ引かれて、まあ、最終的に営業利益っていう形でこう残った時に、その残り方が、やっぱり今人件費も相当上がっていて、価格があんまり変わらないっていうのは、当然見入りが少なくなるってことだから、かなり、 経営のレベルというかあの超えていかなきゃいけない部分っていうのがすごくハードルが高くなってるように感じた、まあ、そんな時間でしたね。まあ、非常に視点としては面白かったですで生放送が終わった後も30分ぐらい3人で話をしてて非常にそれもまたね面白かったんですけど、まあ、その各社が取る施策っていうんですか、まあ、セブンイレブンローソンファミマであって。 でそれぞれやっぱりセブンイレブンは王者たる風格というか一時期はね2019年あたりでは結構お茶の間をにぎわせたいろんなニュースも流れましたし、まあ、あるオーナーさんの、ね、きっかけでコンビニの問題諸問題がオープンにされた時に結構落ち込みもあったと思うんですけどやっぱりその愚直に。 やり続けるお客様を向いて商品開発だったりとかその店舗経営というところに注力をしているセブンイレブンといろんな会社との提携を通じて新しい在り方を追求していくローソンさんとそれから私の古巣でもあるファミリーマートについてはもっともっとそのオリジナルのところを まあ上げててていいいって他の2社にはない強みを打ち出そうとしているとしるころただまあ正直言うと今ファミリーマートちょっと苦戦してるかなっていう感じがしていて私としては古巣ですからねもっともっとあの商品結構最近面白いので、まあ、そのあたりもなんか頑張ってほしいなって思っていましてそれぞれの各社本部のね各社の強みと課題が結構そのアフタートークでは 浮き彫りになってですね、これまた機会があったら、皆さんのこの放送時間にお話しする機会があればなと思いますし、まあ、2人がね、すごく生放送に対して前向きなので、また機会を見つけて、まあ、今月なのか来月なのか、まあ、どこかしらのタイミングでですね、3人で生放送したいなと思っております。ぜひ楽しみにしていてください。で、このラジオは、 ウィークリーコンビニラジオというタイトルですので、コンビニ業界に関わる方が聞いていただいて、あ、なるほど、役に立つなと思っていただける情報をお届けする番組です。もちろん、コンビニ以外で働いていらっしゃる方、コンビニ経験がないよっていう方も、まあ、コンビニが好きであればね、きっと興味を持っていただける話題、たくさんあるじゃないかなと思っております。で今日も、コンビニ経験者の方ではないんですけども、お店というところに、 関わるる話が聞けるので是非ここもね楽しみにしていてください。ということでこのラジオへのご意見ご要望ご感想などは f m 技能ワン1のメールアドレス7 9 7 f m g 能 i の 1.com もしくは私、コンビニシャローシーヤス製菓のツイッターを検索フォローいただきそちらの DM から書き込んでいただきますかもしくは私のツイートに対するリプライでお返しいただけますと見ることができます。また 私の会社コンクリ株式会社。コンクリはひらがなですね。こちら検索していただきますと出てきますので、そちらのお問い合わせ欄からお問い合わせいただけますと大変助かります。この番組は三方よしの未来で見える未来。店舗支援システムキズナアルファでおなじみ。株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたします。それでは CM の後は、竹内昭人さんとの対談をお届けいたします。竹内さんがどんな方なのか、 ぜぜひぜひ CM の後もこのままお待ちくださいャあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです 苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。九八八四七八二、沖縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま五十八号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど、PR しませんか。お問い合わせは、レイ四五。六七レイ、七六四レイ、ぐすくまタウンビジョンまで。 ギノアンヒルズ通り究デ英語通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい「ノ乃湾」の楽しみ方がきっと見つかるギノ乃湾ヒルズ通り四天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道ギノ乃湾ヒルズ通りに遊びに来てねあなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だかからしっりりやりたい 電話番号は安心・事前のご相談は葬儀社新化へ「ムービン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 引っ越しするならムービング・ムービング・ムービンムービン県内・県外・ムービンお部屋の片付け荷物の預かりムービン沖縄引っ越しセンター」「012049-7755」 ムービにけた手の味噌をシフォンケーキで検索しく包むみそやが作るみそシフォンケーキやえせの夢<工>房コンビニ社労士やすさやかの「ウィークリーコンビニラジオ」。 はいでは本日はゲストをお招きしております本日のゲストは竹内昭人さんです竹内さんこんばんはあ、こんばんは皆さんこんばんはよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いしますはいということで本日は竹内さんにゲストとしてご出演をいただいておりますが竹内さんどんな人ですかって多分皆さん気になると思いますここからは自己紹介ということでぜひ竹内さん ご自身のお話をしていただくことはできますでしょうか。はい承知しました。はい、えー、自己紹介そうですね。あの竹内明人と申します、えー。住まいは長野県の長野市になります。<お>はい家族は、えー、子供兼ペット兼の妻一名です。<ん> <laughs> <laughs> あれ子供兼ペット兼ですね。はいはい <laughs> プラス、えー、実験台っていうのもあるんですけどもはいはいあので、えー、妻一名で子供なしです、はい、<laughs> なるほどご夫婦との、えー、お二人のってことですね、はい、そうですはい<笑><笑>、はい、ありがとうございます <laughs>、はい、すごいなんかあの新鮮な自己紹介をしていただいて今私もおおおってなってたんですけど <laughs>、はい、本日は長野からのご出演ということで、はい、ありがとうございます、えー、こちらこそ はいこちらの番組がね、はい、FM 祇園という沖縄の FM 局ですので沖縄の皆さんにはあまりもしかしたら長野に行かれたことがないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど長野って何が有名ですかそうですすかそうねまず最初にりんご次にまあブドウとか。はい という果物の他にあとそばでしょうかね一般的にはそっか信州のそばっ,って結構有名ですもんねはい、うん、あとはですね実はあのこれは個人的な見立てなんですけれどもはい美味しいものがたくさんあるんです、うん、特に農産物はお米にしても野菜にしても果物あと、えー、牛肉豚肉とかですねはいただ そのブランディングというのが、うん、あまりこう上手じゃないと言いますか<ー>なので意外と知られてなくてりんごといえば長野よりも青森とかですねまあ確かにはいぶどといえば長野よりも山梨とかですね確かに <laughs> <laughs> そういうところに、えー、やっぱり押されているっていう部分はあると思いますあなるほど でも、なんか長野パープルって名前、品種ありますよね、葡萄。葡萄で、はい、あります。あれ、やっぱり長野で最初作られたっていう名前で、あの名前になってるんですか。そうです。おお<ー>。改良品種ですよね。うん,うん、うん。はい、掛け合わせで。出てきた。イメージがあるんですけど。うん、はい。あれ、私食べて、結構、あ、美味しいと思います、ね。あ、そうですね。はい。長野パープルは、非常に、こう。難しい。ですね。 へーその土地の土、まあ、要するに土とか、うん、えあと天候とか栽培場所によって随分と影響を受けるデリケートなタイプらしいんですね。なるほどですから毎年年によって出来が違ったりとか、うん、作る量がやっぱあまり多くできないとかですから今全国的にもそうだと思うんですけどシャインマスカットの方に走ってる。 ね、あ確かに、はい、<laughs> タイマスカットは結構あっちこっちで見かけるようになって、うん、それこそケーキでなんかいっぱい乗ってるやつがあったりとかまあもちろんそ,のそれだけっていうのもありますし、はい、いただく機会もかなり多い印象がありますね。うんうん、なるほどないやなんか確かに農産物っていうのではすごく印象深いっていうのと。 あとお蕎麦はい、はい、好きな人も多いと思うんですけど長野のお蕎麦はすごく美味しいということでなんかそこに行って食べるだけでもなんかもう美味しさが全然違うような,なんかもうそ,そういう印象すら抱くようなそうですねあとはやっぱり景観が、はい、もうほとんどあの山に囲まれてますし、うん、もう3000メートル級の山が多いですしね、はい、で温泉の数も確か北海道に次いで2位だったのかな全国で。 そんなに多いんですか。多いんですよ。ええー、めちゃくちゃいいですね。はい。私、九月に一回お邪魔したじゃないですか。あはいはい。なんか、あれだけでも、すごく。行ってよかったと思ったんですけど。あ、そうですか。ありがとうございます。そう,そうそう。まだまだ、多分開拓しきれてないんだなって、今思いましたよ。はい。話聞いてて。え。あの、はい、広いですからね。そっか。で、しかも。 隕石権が8個もありますから、そんなにそっかそんなにあるのか、はいはい、すごいですね。じゃあ、いろんな文化が周りの県のいろんな文化が入ってきて。いるような。そのむし,しろ逆か他の県に影響を与えているっていう方がいいかもしれないですね。 どううなんでしょうかね <laughs> 要は交通網が発達して新幹線も、ね、<laughs> 通るようになったんですけれども、はい、そ,れそれまでは割と陸のことっていう感じがあってあ確かにな、はい、これはあのおそらく、まあ、歴史的な、ねはい、ところに遡って考えるとそうかなと思うんですけれども、はいはい。割とやっぱりこう単独というか、うん、その長野県の中でもやはりいろんな地方があるわけですよね。はい、大きく分けるると4つあるんですが はい、それぞれがこうバラバラというか、うん、独自の文化を持っているというところがあって、えー、ですから県単位としても割とことまとまるのが難しい県っていう<ー>、はい、すごい福島みたい <laughs> そうですか福島そうですか島もそうですね全然違いますね3つに分かれてて全部顔が違うって皆さんおっしゃって、まあ、確かにそうだなって感じたんですけど、えー、やっぱり長野もそうなんですね、えー、そうですね。 うん、やっぱりオラッチオラッチみたいなところがやっぱり各地域であるみたいです。へえすごい。その中の長野市にお住まいということで。はい、はいはい、ということでですね今日は長野からご出演なんですけど、はい、まあちょっと長野についてね、はい、あんまりもしかしたら沖縄の方は特にあまり馴染みがないかなと思ったので最初にお聞きしてみたんですが。えー まあ、長野の話もいろいろ聞いてみたいんですけど今日は竹内さんがなぜここにいるのかっていうところも含めてね <laughs> お話をしていきたいなと思います、はい、ではあのお仕事についてもぜひお伺いしたいんですけど、はいはい、竹内さんのお仕事ってある程度まとめて言うとどんなお仕事なんでしょうか現状ですか現状ですね、はい、今は うん、そうですね。馴染みのある言葉って言えば経営コンサルタントっていうことになると思うんですが、はい、僕はあんまりこの言葉が好きじゃなくて、うん。でも他に何か思いつく言葉もないので、はい、そういう風うに使っているんですが、はい。その経営コンサルタントといってもいろいろあると思うんですね。はい。まずはスタイルがあって、一般的にはこう先生と呼ばれる方が多くて、はいうん、えー、つまり、えー、例えば会社のことに対して アドバイスをするとか、指導をするとか、はい、そういうケースも多いと思うんですが、はい、ちょっと私のスタイルは全く違って、はい、もう一緒に考えながら一緒に歩んでいこうよとお<ー>いうパートナー型の目線を同じにしてっていうやり方なんですね。うん、ですから、まず私のクライアントさんでは、私のことを先生という人は誰もいないっていう。竹 <laughs> <laughs> 内さんって皆さんおっしゃるんですかそうです、ね、はい いいですね、それでやってることについてはあの一般的には経営コンサルタントっていうのは自分の得意分野を持っていて、はい、でそれに特化した形でやってる場合が多いと思うんですね。例えば営業だとかマーケティングだとか、うん、財務だとかっていうですね。うんはい、でこれは個人的な考えでは経営っていうのはいろんな要素があると思うんですよ。はい、ですからそのいろんな要素が横でつながっていて。 でそれがバランスよく働かないとうまくいかないんじゃないかって思いが強いんですね。うん、ですからそのどうしてもこう縦割りになってしまう要素を横でつなぎ合わせて全体をうまくやっていくっていうことなので、はいはい、どっちかっていうとその一つのものに特化した専門家というよりは、うん、え全体を俯瞰した形でバランスをとっていくというそんな形なんですね。 でもそれをそう言うとちょっと広すぎてねな、うんだろうっていうふうに思われる場合もあると思うので、はい、短く言えば論語とソロ版ですお論語とそろばんです。から理念とキャッシュフローです、ね、あーはい。ですから会社の理念がみんなで共有して目的に向かって進んでいく。 それは中長期的な部分が多いと思うんですけども、はい、その中でも短期的な視点も必要だと思います、うん、でそれにはやっぱりお金がちゃんと回っていかないと会社っていうのは立ち行かなくなってしまうと思いますので、はい、そこはキャッシュフローをお金を回すというこの2つがあってですねでその中に当然それをじゃあ誰がやるかっていったら人がやるわけですよね。そうですねはい ですからあの人をやっぱり大切にするっていうことを考えると、えー、会社だったら組織ということになりますし、うんはい、で組織が活性化して一人一人が、えー、幸せになって働いていかないとうまく回っていかないわけですよね。ですからそうなると組織の活性化なんていうのも自分の中には、えー、入ってきますね専門分野としては。お<ー>ですから全部,全部に精通してるわけではないです。うん ただし、一通りのことは分かっている中で、その理念とか組織とかキャッシュフローについてが専門という、ちょっとこう、まあ、ある意味で欲張りかもしれないんですけども、<laughs> まあそんな2つのスタンスでやってます。ああ、すごい。ありがとうございます。いや,い,やいや、私、実は、まあ、竹内さんとどこでお会いしたかっていうと、徳島県の、ね、西成功さんっていう製造業の会社さんの見学で。はい はい、またまあお会いしてからのお付き合いでもう3年ちょっとですか、ええ、そうですねはいぐらい経つんですけどすごくですね、まあ、まず私の印象としては本当今おっしゃってた通りありとあらゆるというかその守備範囲が広いっていうふうにまず感じたんですよあ,ありがとうございます <laughs> で、まあ、社会保険労務士の資格もお持ち じゃないですか、はい、だからまずそこでピーンときたところはあったんだけどいやでも社老師さんじゃないんだっていう印象で私自身もどっちかっていうとちょっと社老師から外れてるところがあるのでそこですごい私共感して <laughs>、えー、でなんかもっとお話聞いてみたいなって思ったのをその時すごく覚えてます。あ,ありがとうございます <laughs> で今またこの半年1年近くですか、はい、あの本当に。 毎月毎月いろいろとお話しさせていただく中で、より際立ってきたなっていう、自分の中で理解が進んだなっていうのが、さっきおっしゃってたそのビジョンとかミッションっていうその理念の部分と、あとは、キャッシュフローについてはあまりお話を伺う機会はなかったんですけど、組織開発の部分ですよね。その理念やミッション、そういう共有、ビジョン、ミッションをどう社員さんと共有して、一つのチームとして成果を出していくのかっていうところに、 ま、注力をされてるっていうところがすごく、私も印象として今はあります。あありがとうございます。その背景がありましてね。はい、あの私自身がこうずっとそういうコンサルタントをやってたわけじゃなくて、はい、えー、現場叩き上げなんですよ。ほ現場叩き上げですね、はい。ですから、若い頃に最初にあの勤務した会社はもちろんサラリーマンとして、はい、その中でも営業マンですね。 そこからスタートして、はい、その後転職をして、うん、え今度はあの違った業種に行ってですね、はい、そこで、えー、やっぱり現場から入って、そして中間管理職で取締役っていう形まで行ったんですね。うん、すごい。あいえいえ、ところが、はい、ところが、ところがその会社が潰れてしまいましよね、あららら,ら、うんはい。そしてそこで残った 仲間たちの一部と新たに会社を立ち上げて、はいはい、いわゆる共同経営者っていうことでスタートしたんですね。はい、でそれを結構長くやっていてうん、まあ、共同経営者って言ってもね最初は会社組織なんかしてないですから、はい、もうあの自分で何度もやらなきゃいけないっていう状況でしたからうんそれでいくとおそらく会社の中で関わりのあるものっていうのはほとんど全て 経験せざるを得なかったっていうい、ね、あそういうことか経理とか労務とかもそうなんですかね、うん、もちろん、はい、あとはなんだ財務、はいまあ、その他もろもろ組織運営、ね、営業もそうですし<あ><業>商品開発とかそれから店舗開発とか お,お店をやってらっしゃったってことですね、はい、それをどんどん広めていくときに自分でマーケティングをして、はいえー、その候補地やを選定して、うん、そこに、はいえー、お店を出すんですけど、はい、それも自分で自分自身転勤命令を出してうわあ、すごい転勤命令をご自身で出すんですそうなんですよ <laughs> 事例ないんですよ <laughs> <laughs> すごいな それでまあ、もちろんねその前に数日行って歩き回ってあのやっぱり物件とかをね物色するんですけれども、はい、まあそこであのここだったらいいだろうっていう物件が見当,たあの当たった場合ですね、はい、でそれは僕だけの判断ではっていうのもあったので、はい、もう一人の実質の,あの経営者社長がですね にも来ててらってここでいいかどうか確認してもらってそ,のそこでそこであ、うん、あ OK だよって言ったらそこからもう1週間ぐらい後にはもうオープンしてるみたいなお感じで,で僕はそこに住んで,で自分一人でお店を立ち上げていってえと地元の方をえ採用させていただく中でその方がたちがご自身でねできるようになったら まだ自分で次どこ行こうかとはいということで、えーうん、自分で調べて天気メールを出すみたいなおーすごいえちなみにどういうお店だったんですかそれはねシルバーアクセサリーのお店だったんですねあらおしゃれはい、はい、ありがとうございます指輪とかネックレスとか <laughs>、はい、はいはいピアスとかああなるほどへえすごいシルバーアクセイお好きなんですねですいえ あの特に好きだったわけでではないんですあそうなんですか、はい、その時にもうだいぶ前ですけどね、はい、そ,のその時に何がビジネスとして成功できるのかって考えた時に、うんはい、やはりあの今でいうユニクロさんみたいに、うんえー、外部の協力工場を持って製造直下型の、はいまあ、販売をするのが、うんうん 要するに中を鳥屋さんとか通さないですし直営店を持ったが、はが当然工場からのダイレクトの仕入れでできるのでそううい当時はねそういうビジネスモデルは少なかったんですけども一回会社が潰れてますからなんとか俺たちは早がらなきゃいけないよねとそこの仲間で作った会社ですもんねそうですねその中でたまたまその時にシルバーアクセサリーという商材がフィットしたということです。 そのなんかシルバーアクセが来てるんじゃないかって判断されたのも竹内さんだったんですかそれともその共同経営者の方みんなで決めた感じこれがですね、はい、実は最初からそうじゃなくて、はい、海外のアパレルをやろうと思ってお<ー>でしかもアジアのっていうことで行ったんですよ、はい。うん、ジェト o とかで下調べをした上でですね。 行ったんですけどその海外に行った初日に、はい、その紹介してもらったあるいは調べていった会社の条件とか、はい、あと商品とかですねそういうものはあこれは難しいなと思ってあ、はい、それをあてにしていったもんですから、うん、じゃあどうしようってなってもう初日のね昼ぐらいからねね、はい、け酒飲んでましたは、ね、<laughs> これはあ <laughs> かんなと。<laughs> はい でどうしようっていうことで、はいろいろ探しまくって、うん、でそのシルバーアクセサリーっていうのに出会ってそこから始まったんですね。へ、えー、すごいでそ。ですので特にそれをやりたいからっていうことではなくて、はいはい、ある意味偶然の産物だったかもしれないです。わすごいな。もうそれが結果としてマーケティングが当たってお店の進出にもどんどんつながって。 いったわけですよねそうですねそうは言ってもナショナルチェーンとは違いますので、うん、16店舗あ、すごいでも今はもうちょっと<点>あの少なくなってみたいですけどねあ、まだ実際に今もあるんですねお店があの、えー、多分6,7店舗はあると思うんですけどあすごいそれをどれぐらいの速さっていうかスピードで16店まで持っていったんですか あどうでしょうかね。1>, うん、1年で1店舗から2店舗ぐらいのペースじゃないですかね。あなるほど。じゃあ、10年ちょいぐらい。うん、そうですね。なぜかというと。堅実なイメージがありますが。あそうなんですよ。っていうのはあの、うん、僕が動けないと出店できなかったんですね。あ、そっか。転勤命令ご自身でなですから、そこでやっていただける方が育ってないと、はい、次行けなかったわけですよ。はい でこれには運もありますよねなんか例えば半年ぐらいで、えー、次へ行けたっていうケースもあるし、うんはい、やっぱり2年ぐらいかかったっていうケースもありますし、ね。物件の問題だったりとか、はい、あとはやっぱりその土地で売れるかどうかみたいなリサーチもされるわけですよね。えそうですね最初はやっぱりそれをしていって、うん、まずは。あの、はい えー、暖かい地域、太平洋側の暖かい地域っていうのをターゲットして、うん、それはそれまであの卸をやってたので、卸の取引先の実績データとかを見ると、はい、やっぱりそういう地域がよく売れてたので、はい、じゃあ直営店はそこから行こうということで,うで、最初から東京とか大阪とかっていう、まだ大都市には進出しないぞって決めてましたし。あそううだっったたんですかじゃあ、えっと、進出した地域っていうのは、はい、長野 長野県は静岡とかそうですねあとえ仙台宇都宮あと新潟金沢長野松本はい高崎へ沼津静岡浜松名古屋神戸はい広島熊本国後そのくらいですかすごいえ結構大都市もなんか入ってますね名古屋とか 福岡とかそうですねちょ,ちょっとそこはねあの、はい、やっていくうちにあここまでの範囲だったらいけるかなっていうのが分かってきて<ー>でも東京とか、はい、そうですね神奈川あ、まあ、横浜ですよね横浜とか大阪はちょっと難しいなと思ったので、まあ、確かに競合も多そうですし、うん、やっぱりなんでしょうね、まあ、その ま、何年前ですかね、ちょっと多分当時はそこまでもしかしたらまだシルバーアクセサリーが全盛期っていうよりは、これからなんかそれが伸びてくるっていうような市場だったのかもしれないですけど。そうですね、しかも当時はシルバーアクセサリーっていうと、女性の商品だったんですよ。あ<ー>特にピアスから始まって、ピアスかリングとかから始まってますから。はいで でもそれはすでにやっているアクセサリーショップも結構あったんですね。んですからその時はまだそんなに需要として多くなかった、はい、メンズ対象です。20代の20歳代のメンズを対象の商品を始めたんですね。へえすごいそのターゲッティング。いいですね、<構>隙間。うん、はい、そうです、隙間ですね。えー、じゃあ,あの今ってもう本当男性も女性も、まあ、特に男性も結構。 シルバーアクセつけてる方多いと思うんですけど、はいはい、その火付け役ですか、もしかして。そんなふうに言っていただけるとありがたいです、ね。あ、すごいかっこいい。<laughs> そこまで,かそこまで,でも火付け役ってわけじゃないですけど。いや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 、ブームを作っちゃったわけですね。<laughs> いやいやいやでもやっぱりその中でね、芸能人つけてもらったりとか、うん、テレビ番組で自社の、えー、オリジナル商品を使ってもらったりとか、えそういうことも結構ね、やっぱりあったかもしれないです。はい、すごい,そういう <laughs> なんか芸能人の方とかドラマで使ってもらうっていうのもやっぱり営業で竹さんが回られたりとかするんですかですね、はい、ああかっこいいいやいやでもそれはねあれなんですよそういうやっぱりエージェントみたいな方、はい、会社があってあ<ー>そことのやり取りなんで直接その,あのプロダクションとかとのやり取りではないんですね。ななるるるほほどどそそのの、えー、中間に入っててくださ方方と接触をしてその方が そういうい芸能関係のパイプをお持ちだったりとかして、はい、でこう流通していくようなそういう状況だったんですね。はい、そうななんですよあかっこいいなだからどの商材をどの番組のどの場面で使われるかっていうのは、うん、それがオンエアされないとわからないんですね。あもしかしたらオンエアされないこともあるかもしれないしあ使,うあの使われるっていうのは分かってるんですよ。な、はい、なるほどなるほほどど その中で一番悲しかったのは、上戸彩さんがやられてた、あれ、なんだっけな、キャビンアテンダントの、ああありましたねれがあって、あの時にときト上戸彩さんがうちのオリジナルリングをつけてくれて、で、おっ、ってアップになったんですよ、その指とリングが。 お、いいじゃないかって言ったらその後どうなったかっていうと、はい、それを外して、ああの、川に投げちゃったんですよあー切ない。<laughs> ないそれは、そのあの、上戸綾さんが当時その大学でバンドをやっていて、はい、その、はい、お付き合いしていた彼氏からもらったリングを分かるって言った時にその彼氏の前で投げたんですよね。<ー> <laughs> 1> <laughs> 1話で終わわりみたいなうわーそうだったんですかそれは制作側としてはちょっとそういうのもありますし,しあとはそんなことをやってたら他のあの芸能人の方から是非、はい、つけたいってね言ってくれたケースもあります、うん、まあいろいろですよねああそうなんですか、はい、うわいろんな経験をお持ちで。 ちょっと、ね、このシールアクセサリーの話が長くなってしまったんですが結局あのそういうことなので、はい、現場の気持ちだとか、うんはい、あと中間の管理職として、ねはい、どういうことが必要なのかとか、うん、あと経営者としてはどうなのかという、うんはい、一応全てのことを経験してきたので、はいまあ、そういう意味で僕は叩き上げっていうふうに言ってるんですね。なるほどな なんですよあそうですすよあそうかはい、まあ、このラジオってコンビニラジオなので、はい、お店で働く皆さんのための番組として2年前からやってるんですけど、はいはい、まさに今の話ってコンビニオーナーからしたら、ええ、もう本部がお膳立てしててしる領域なんですよねお店を出すっていうのもよほど自分の土地 建物が用意できる方じゃなければうん、うん、もう本部にある意味お任せしてうん、うん、いい売れそうな物件を、まあ当てがってもらってその中のオーナーになるっていうケースがほとんどなんですけど、はい、もうそういうところもあと当然ながらその何を扱うかっていうところも本部は全部お膳、うん、立てしてくれるのがコンビニ業界いわゆるフランチャイズビジネスなので、はい、それを本当に武田さんたちがこうご自身で。 一から作り上げていかれて、しかもお店を広げていかれたっていうところは、はい、本当に多分お店の経営者からすると、めちゃめちゃ貴重な経験だなと思って。ああ、そうですか。はい。それでちょっと掘り下げてしまいました。いやいやいや、そのありがたいことで、あの、もし何かあればもっと掘り下げていただいても大丈夫ですけど。<laughs> あ本当ですか。ぜ、ま、ひ、あ、ね、お聞きしたいなっていうのが、そのうん、お店を広げていくにあたって、当然スタッフさんが必要になるわけじゃないですか。はい。そのスタッフさんの教育とか、 はい、さっきもおっしゃってた、その組織開発の部分、もう少し掘り下げてみたいんですけど、はい、実際にどうやってそのお店を運営されていく人を育てていったのかなって、あそうですね、一つの例としては、まず知らない土地に行くわけですよ。はい、で、ですよね、自分一人でお店をオープンするんですね。もちろん、はいあのいわ、いわゆるオープン前に、 え商品のディスプレイだとかそういうのはもちろん本部の仲間がね来てくれていろいろ手伝ってくれるんですけど、はいうん、まあオープン初日2日ぐらいまでいるけどその後はバイバイって言って帰ってくるんですねああ<ー> <laughs> まあコンビニでもよくあるやつです。そこでね僕が考えたことはえいわゆる例えば求人っていうのをすぐ出すんですけれども。はい あの今ほど当時は求人の広告っていうのは発達してなかったですしもちろんその携帯電話なんていうのもこんなトナシーバーみたいなやつしかなかったですから、うん、そっかどでかいやつはいはいあのー、どうしたかっていうと来てくれるお客様はいお客様の中からスカウトをしていくってやり方あ、ね、うまいなそれでもそのためには、はい、来てくれるお客様 まあ買ってくれるか買ってくれないかもちろん分からない中で、はい、ちょ当然やっぱり対応をあのお客様にとってやっぱりいい印象を持ってもってもらっていただく対応しなきゃいけないですよね。そうですねだからそういうことを心がけながら、うん、お客様の中でどうしてもいろんな話をしますよね。はい、で仲良くなってくるとあの個人的な話なんかも出てきたりして、うんまあ、そういうのを含めたこの子の考え方とかこういう。うーん 行動パターンだったら、うちの店でやってもらえるかもしれないなとかって目星をつけるんです。なるほど。でも、一人だけだと、それはやっぱり外れるケースもありますよね。はい、うん当然、相手がに選択権ありますから。そうですね。だ、そういう人たちをまず何名か作って。はい。ええ、というの、あの、その中でアプローチしていたっていうこともありますし。はい。 あとはですね、僕、お酒好きなので、はい、一人でやっぱりね、知らないところ行くと、どうしても飲みに行くんですよ。はい。地元のお店にですかはい、はいはい。そこで働いてる人とかね。あー、えー、スカウトですか <laughs> <laughs> すごい <laughs> いやあの、スカウトっていう、そういうのをねあの、まともにはしないですよ、そのお店では。はいですから、話していくる中では、こんなことやってるんですけど、なんか興味ありますかみたいなとから始まって。はい それでもしね興味あるっていうことになあれば別の場所でね、うん、改めてお会いするっていうようなこともしましたしなるほどな、はい、すごいですからそちらからの採用の方が圧倒的に多かったですねへえすごいですね、うん、はい、はい、ですから当時のハローワークとか、はい、あのタウン誌を見タウンそうですねタウン誌とかを見て 来た方っていうのはやっぱり長く続かない方が多かったような気がします。ああ、やっぱりそこで関係性はあまり築けてないからそんなに長くまあ続けたいっていうふうになりにくいのかもしれないですね。はい。ああ、やっぱりそうすると実際にお会いしてコミュニケーションを深めて、うん、でそこから理念それこそ理念とかに共有をしてくださる方をお迎えしていく方が結果として長く続いたり。 いろいろとその分かった状態でもうお店に立ってくれたりすると。そうです、ね、おおこれはでも面白いな,なんかどうやってそのスタッフさんを集めたらいいんだろうってなってる方っていっぱいいて、はい、で今の話っていわゆるその近くに住んでる方とのコミュニケーションだと思うんですけど。はい あそこから信頼関係を深めていってこのお店で働いてみたいっていう方に対してお話をしていくっていう、はい、すごくなんか地道なんだけど長く続きそうな関係性をそうですね気づけそうなそう、ね、いいヒントだなと思いましたあの人間関係をやっぱり作るっていうのは非常に大事だと思ってまして、うん、その中であまり相手にもプレッシャーがないように、うん、あのもちろんケースバイケースですけど はい、とりあえず1ヶ月ぐらいやってみるとか <laughs> そんな感じですねあのこれだから是非、うんえー、うちでね長く働いてくださいみたいなそういうスタンスではなくて、はい、そうやってこう思いとかが何、うん、だろうなこう一致した部分があればじゃあとりあえずやってみるっていう、うん、そんな感じで、はい、始めたケースが多かったと記憶してます。 <laughs> わあ、ありがとうございます。すごく貴重なお話だなと思います。<laughs> あ,あ、そうですか。はい、なんか私もお店やってたので、いろんな何でしょうね。ま今はやってないですけど、でもすごい。いろんなヒントをもらったなって、今お話を聞いてて思いました。そこで1つあのすみません。一つちょっと付け加えさせていただくとしたら、うんはい、例えばそこで決まったとしますよね。うんうんでるいともってあるじゃないですか。はい。 ですから、その新しく働いていただく方のまた友達で仕事を探している人とか、はい、他の仕事に移ろうとしている人っていうのを紹介してくれっていう形ですうん、うん、そうすると、はい、やっぱりその方とお付き合いしている人っていうのはやっぱり同じようなこうグループというか、はい、そういう感じがあるのであまり外れはないっていうこともあってですね確かにはい。はい、やっぱり僕が一人でやってましたけど一人では回らないんですよ。そうですよ、ね、ショップは <laughs> はい 規模にもよるんですけど最低でも二人やっぱり大体三人ぐらいないと回っていかなかったのでそういうふうにこう X の方がいて Y の方 Z の方って紹介していただくようなサイクルを作っていかないと人は集まらなかったっていうのがありますね、うんはい、なるほど紹介制度ですねは,い、はい、ありがとうございますい,い,いろいろとお話を伺いたいなと思うところ結構あっという間に時間が来、うんはい、てしまってまして <laughs> で、最近、ちょっと、こう、たけちゃんとお話をしている中で。たけちゃん、ご自身が、結構、なんか、興味、はい、関心を持ってることがあるって伺ったんです。はい。はい。ちょっと、そのあたりも少しだけ、お話聞きたいなと思うんですけど。あ。最近、すごく考えていらっしゃることって、何でしたっけ。はい、これ、きっかけは歴史なんですけれども。はい。 あの西洋の歴史をこう勉強していく勉強し直していく中で、はい、あの教科書とかで教え,られなか教えてもらえなかったいろんなことが分かってきて、うん、その当時の西洋とあと,と当時の日本,人日本っていうのを比較しながらこうちょっと学んでいくと、はいはい、やっぱり日本って素晴らしい国だなっていうのは分かってくるんですね、うん、いろんな意味で、はい。 でその中でじゃあ日本人の素晴らしさってなんだろうって言ったらこれはもうあの諸外国にはない日本人精神っていうのがあってね、はい、その辺りがやっぱりこう特にアメリカの影響なんかがあって最近そのいい部分が忘れ去られてきてるなと、うん、なんか歴史を勉強したことによってその日本人精神の良さっていうのをもう一回ね復活して、はい、それをもちろん人生とか、うん、それから仕事だった経営とかもね含めて、はい、まあ生かしていければなっていうところに今は関心を持っています。 あ大事ですねなんか原点回帰っていうのをすごい言葉として思い出したんですけど、はい、最近やっぱりいろんなものが私も結構アメリカから入ってきてる文化に触れることが多くなって、ええ、でそれはそれですごくマッチするし楽しいんですけどやっぱり日本の心って何なんだろうって思うことってたまにやっぱりあって、うんうん、なんかやっぱりその絆だったりとかおもてなしっていうところだったりとか、まあ、思いやりとかもそうですよね。 なんかそういうい一つ一つの行動であやっぱり私って日本人なんだよなってこう思うきっかけってすごい大事なんじゃないかなと思ったんです。そうです,、ね、ですから昔言う「糸おかし」だとか「も、うん、ののあわれ」とか、うん、ういう感覚ってやっぱり日本人特有で,、はい、でその辺が失われていく中でなんか中途半端に今残ってるんですよね日本人気質みたいなのが。はい、でそこにアメリカとかからのいろんなものが入ってきてるんで、うん、こう日本人って何なんだろうって言った時に。 こうあまり明確にに示,示せなななないいよようう感じになってるる気がすすんですねだからあのもちろんアメリカからとかから入ってくるいいものはいいもので取り入れて、はい、時代の中に沿った形で取り入れるとしてもやっぱりその中で日本人とはこうだっていう日本人精神っていうのを、うん、生き方や経営とかに生かしていけばどうなのかなっていうところを今ちょっと学んでます。へえそれまた別の機会でお話しして頂い,いたりとか。はい はい、なんかそういうことができたらいいなと思いますし、まあ、今、ちょうど私が8月末からスタートさせているマナフォメーションというオンラインコミュニティでも、実は竹内さん、組織開発担当として専門家チームに入ってくださってますので、ね、こちらこそありがとうございます。はい、ぜひそこでもいろいろと会員さんの方に向けてこう発信していただけたらいいなと思ってます。ははいいかりました、はい いやーなんか本当あっという間に時間が来ちゃいますして私がすごいシルバーアクセのですねお店の話めちゃめちゃ興味深く聞いてしまったのでも,うだからもしかしたらちょっと竹内さんの中でまだ話し足りないってことがあるかもしれないんですけどラジオ面白くないですか面白いですね。これがですねハマっちゃうのでもうもしよかったらまた是非ご出演いただきたいなと 思いますああ、そんなお誘いいただけるなんてありがたいことですいや、嬉しいです<ひ>いこ,こちらこそよろしくお願いしますこちらこそですよろしくお願いいたします、はい、ということでと本日はですね経営コンサルタントの竹内昭人さんにゲストとしてご出演いただきました竹内さんありがとうございましたこちらこそどうもありがとうございましたありがとうございますコンビニシャローシ安田彩香のウィークリーコンビニラジオ あなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニア・チャージです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください沖縄ベタニアチャージ交通量が多い字幕付きの映像で目に留まる 浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんかお問い合わせは0 4 5 6 7 0 7 6 4 0ぐすくまタウンビジョンまで。 ギノアンヒルズ通り命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい「ギノわンの楽しみ方がきっと見つかる「ギノわンヒルズ通り」ステ間マドゥから伊佐交差点へとつながる坂道、ね、あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だかからしっりりやりたい

ムービにけてりの味噌をシフォンケーキで検索しく包むみそやが作るみそシフォンケーキやえせの夢<工>房コンビニ社労シ,ャローシ安さやかの。 ウィーークリーコンビニラジオ,ラジオはい、ということで竹内昭仁さんとの対談をお届けいたしましたお聴きくださりありがとうございましたちょっとズームで収録をしたので少し音質がちょっとザラザラしてたかなと思います私は収録するときは全キャスターというソフトアプリを使ってましてこれブラウザで動くやつなんですけどポッドキャスト とかまあ、ラジオの収録など音声メディアの配信に関わる方がよく使っていらっしゃる海外のソフトアプリケーションなんですよね。でそちらがですねうまく作動しなくて今回 Zoom で収録したんですけど、まあ、でも Zoom も最近結構音質が上がってきてるなっていう印象がありました。まあ、お話を聞いててでその後編集をね自分でやってるんですけど、まあ、その時にもあ結構 こう音綺麗になってきてるのかなっていうのがあってだいぶね Zoom のサーバーも強力なものになってきているなという実感がありました竹内さん本当にご出演ありがとうございましたシルバーアクセサリーの話ねすごく面白かったなと思いまして なんかね非常にあの皆さんにとっても何か役に立てばいいなと思ったんですけど大事なことってそのコンセプトとかターゲットマーケットとかそのマーケティングの部分あとは店舗開発にあたって何が必要なのかっていうところねもっとね時間があればいろいろ掘り下げてみたかったなーって思うんですけどまた次回ですねゲストで 次回というのはまあその来週という意味ではなくてまた次のタイミングでゲストで出ていただける機会があればその続きですとかまあ今回聞けなかったところもね深掘りしていければいいなと思っておりますいや非常にあのもう私のね人生の大先輩ですけど本当にねなんかこうワクワク新しいことっていうかワクワクに常に向き合っていらっしゃるとても明るい方でまあ理論 感覚的な部分もすごく大切にされている方っていう印象がありまして今回8月末からスタートしましたマナフォメーションというあの経営者コミュニティですねオンラインコミュニティでも専門家チームのお一人として主に組織開発という部分の記事投稿情報発信をお願いしておりますが。 非常に明るくくそしししててて優しい文章でですすね情報を提供してくださっております、まあ、マナフォメーション他には「営業」「税務」「人事労務」「占い」「健康」といった6テーマでお届けをしておりますので是非皆さんの中でもっともっと経営者としてのマインドあるいはスキルアップを図りたいとか、まあ、いろんな専門家チームなかなか顧問契約までは 難しいけれども情報だけは欲しいなっていう方とか、まあ、そういった方にとってはすごくお役立ちのコミュニティーかなと思いますので、まあ、月額3000円なんですけども、まあ、3000円でねいろんなその6人の専門家の情報をゲットできる機会っていうのはほぼないですから、まあ、ぜひ皆さん触れていただけたらなと思っております。まあ、キャンプファイアーコミュニティとというところからですね、えー、私 入り口を作っておりますので、まあぜひぜひちょっと見てみたいなっていう方はキャンプファイヤーコミュニティもしくはまあ私のツイッターからねリンク貼っていますので、まあこちらの固定ツイートからアクセスしていただけますととても嬉しく思います。一度ご覧いただけますと大変ありがたく思います。はい、ということで11月に入りまして、だんだん寒くなってまいりました。沖縄もね少しずつ今気温が下がってきていまして。 いいいよいよこう冬かななととうころなんですけど、まあ、それでも、ね、まだまだお昼あたりでは夏日になったりすると思いますので、まあ、そんなに気温差がない分、ね、過ごしやすいんじゃないかなと思いますけど、まあ、あの沖縄県外でお住まいの皆様ですね私も東京に普段住んでますけど、まあ、最近は13度とか15度ぐらいまでしかね上がらなかったりしてかなり寒い日も出てきております。 昨日はねちょうど昨日と言いますか少し前はね暖かかったんですけどねいやー本当にどん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 冬に向かって進んでいるなーっていう感じがいたします皆さんぜひ風邪とかコロナとかあとこれから流行ってくるインフルエンザどうぞご注意くださいでまたねあのワクチンの話とかもいろいろありますけど、まあ、私自身はねまだねしてないのであのあまり どうなんでしょうって感じもあるんですけどただね免疫力は本当に上げていきたいなと思っていてで自分自身の食生活だったり、まあ、ちょっと最近寝不足が続いててあれなんですけど睡眠時間だったりとかであとはやっぱり普段からねこういろんな人と話をする中でも笑う楽しく生きるっていうところこれ本当にあの大事にしております。 で私もね、ちょっと前までは実はいろいろあって若干気持ちが落ち気味だった時もあったんですけど本当に皆さんといろいろとお話をしている中で復活しましたのでぜひ皆さんもねもう明るく明るくいきましょう、はい、楽しく、ね、明るくいけたらねとてもあの楽しくなっていくんじゃないかなと思います気温の低下と裏腹に心はどんどんあったかくなっていくんじゃないかなと思います。 クリスマスもね。いよいよ。あと、あまあ、あと1ヶ月、ちょっとまあ、2ヶ月近くまだありますけど。でも装いが街の装いがだんだんクリスマスになってイルミネーションです。とか、飾り付けとかが本当にクリスマス仕様になってきているのを感じております。えー、小売業などもね。いよいよクリスマスでコンビニであればクリスマスケーキとかあの年末年始とか。 お歳暮とか、まあ、そのあたりの予約もね、ずっとスタートしておりますので、ぜひ皆さん、コンビニをね、有効活用していただいて、もっともっとあの素敵な冬に向かってですね、過ごしていただければと思います。ウィークリーコンビニラジオ115回、いよいよ終わりの時間が近づいてまいりました。本日も1時間ありがとうございました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安田彩香でした。それではまた来週この時間にお会いしましょう。